G の急行及び発光スペクトルストークスシフトは、同一の電子繊維の急行及び発光スペクトルのバンド極大の位置の間の差である。名称は、アイルランドの物理学者ジョージ・ G ・ストークスに由来する。K が光子を吸収するとき、K はエネルギーを得て、冷気状態に入る。K が緩和する一つの方法は光子を放出し、エネルギーを失うことである。 放出された光子が吸収された光子よりも小さいエネルギーを持つとき、このエネルギー差がストークシフトである。放出される光子のエネルギーが吸収された光子のエネルギーより大きいときは、このエネルギー差は反ストークスシフトと呼ばれる。この追加エネルギーは結晶光子中の熱フォノンの散逸から来ており、この過程で結晶は冷却される。酸硫化ガドリニウムをドープされた。 三流カイトリウムは一般的な工業的反ストークス式素であり、近赤外交を吸収し、可視光領域で発光する。フォトンアップコンバージョンも反ストークス過程の一つである。ストークスシフトは振動緩和及び溶媒の再組織化の二つの作用の結果である。フルオロフォアは水分子で囲まれた双極子である。フルオロフォアが冷液状態に入ったとき、 その双極子モーメントは変化するが、水分子はこれに素早く適用することができない。振動緩和の後にのみ、それらの双極子モーメントの再編成が起こる。ストークス傾向は、より短い波長の光子を吸収している分子によるより、長い波長の光子の再放出である。エネルギーの吸収と放射の両方は特定の分子構造に固有の特徴である。材料が可視光領域に、 直接、バンドギャップを持つとすると、それを照らす光は吸収され、電子はより高いエネルギー状態へ冷気する。この電子は冷気状態におよそ18秒間止まる。この数字は資料によって数桁異なり、資料の傾向寿命と呼ばれる。振動緩和によって少量のエネルギーが失われた後、分子は規定状態に戻り、エネルギーが放出される。ありがとうございます。